私、大さんと知り合ってもう19年ぐらい経つんですけども、ギター始めて1ヶ月みたいな感じです。嘘だよ。いつでもそういう感じの感じ。チューニングっていうのは未だに分かってないっていう。どこが狂ってるのかがなんか、ちょっとね、音感も悪いっていう、本当に音楽やっちゃいけないだろうって言われる。コーヒーの話ならいくらでもできるんですけど、焙煎度によって味が変わってるので、それによってちょっとドリップの温度とかも変えたりするんですけど、大体コンビニ のディスプレイされたあの豆を見ると、この、豆のブレンド率はマンデリンが 30% ぐらい入ってるみたいな、それのフレンチロースト強ぐらいでこの苦味が出てるなみたいな、ちょっとこううちこを垂れ出すので店員さんから嫌われちゃうみたいな。私の名前載ってるんですけども、でテイラーギターのイベントにちょいちょいお声かけいただいてるんですが、このチューニングはちょっとやばいっていう、そろそろネックごと取っ替えた方がいい、まあ寿命っていうのもあると思うんですけど、これを手にして20年近く経つんで、20年経たないかすいません、ギター始めて1ヶ月なのに20年このギターを持ってるって、ちょっとおかしい、ついつまが合わなすぎるんですけど、まあ本当見た目で買っちゃったみたいなんで、展示品だったんで安かったっていうこともあるんですけど、それがテイラーだったっていうのを後々知ったみたいな、それで来年の1月9日にもそのイベントにも出させていただいて、その、工房にお邪魔してなんかその、配信、なんていうかディスカッションみたいな、映像付きディスカッションみたいなのをやるんですけども、これ喋りながらチューニングが合ってるかどうか全くわからない中、最後にちょっと生の弦の振動っていうのをここに、2020年最後にぶちかましたいと思うんですけど、生の剣の振動とかっつってただにエフェクターを買えなかっただけみたいな、私自身はデスメタルが大好きのくせに、エレキギターが繊細すぎて扱えないっていう、言い訳がましい、そんな思いを込めて、生の剣の振動コールダウンドレスポンスは大苦手なんですけども、棚田も出場目指してお届けしたいと思います。でかな棚田も出場ってなーにー、Yeah.
すごい痛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